やったります。やったります。やったります。はい、こんにちは。はい、こんにちは。嫁です。旦那でございます。はい、嫁旦です。嫁旦でございます。よろしくお願いします。ふもとっぱらでございます。キラリン。見えてんのかな、これ。ちょっとだけ映ってるの、空。映ってますよ。ちょっと映ってますけど、見てください。これね、富士山です。見えますかね、富士山の足元。はい、あの前回の動画ね、見ていただいた方はよくわかると思うんですけども、うん、くっきりかっきりシュキーンってなってた、ね、見えてたけどね。見てください、この感じ。数分で隠れてた、はい、あれから30分ぐらいです、うん、すごいね。コロコロ変わるんだね、やっぱり。そう、うん、ただ麓っぱらキャンプ場でございますから、はい、ね、聖地です。やっとだよ。で、まあ、どっかのタイミングでまた見えるでしょうから、うん、どっかのタイミングで富士山を見えたら撮る、見えたら撮るって感じやっていきたいと思います、はい、ということで今回は、うん、麓っぱらキャンプ場さんに来たのでいろいろやりたいんですけれども、うん、まずはねテント立てて、うん、まあ、その前に、うん、今回こちらの方に持ってきたねキャンプ道具見ていただいて。そうですね、今回飛行機で来てるので、うん、飛行機で来たの、はい、あのコロ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 引っ張ってきたので、 それ見ていただいて、その後、うん、レイアウトそうですねやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やるよ、ほら。じゃあやりましょう。また暗くなるから。ちょっとね、雨降りそうになってきてる。そう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 。やばいよ、早く。はい。今回のねキャンプ道具、はい、お見せする前に、はい、今回の旅のねお供、お供、お車の方を紹介していきたいと思います。はい、はい、こちらです。実はですね、はい、静岡の友人のご好意で、はい、ね、今回の旅にね車ね貸してあげるからって楽しんどいでって言われて、ありがたいですね、本当にありがとうございました。はい、はい、ということで鈴木のエブリー斉藤エディション。可愛いよね。これ特徴的なのはこちらですよね。これね、すごいよね、これ。これ絶対のーちゃん無理でしょ。うん。ルーフテント。そう。こうパカーンってなるんだよね。なんかね、これに上がる姿が見たかったらしくて。これに泊まったらいいじゃんってずっと言われてたよね。結構しつこく。のーさんルーフテント使わないのとかって言われてて。嫌ですって言ってたもん。はい、お断りしました。はい、ということで、はい、あの中身も車中泊仕様になってるんで、ああそうですね、ペットキットとかそれも、はい、あのいよいよなんか雨模様なので、はい、いよいよな時は風とか、ね、雨とか、そうテント飛んでいくとかそういう状態になった場合はこちらの方で中で、はい、ちょっと過ごさせていただくことになる。実はね、あの斉藤夫婦さんのサロンのね、はい、キャンプ会もあの、はい、こちらの方で僕らは寝させていただいたので、もうあの勝手は分かっておりますので、はい、ということで、はい、斉藤エディションでございました、はい、素晴らしい。かわいい。かわいいよね。めっちゃ乗り心地良かったよね。いい、ボンちゃん結構跳ねるから、うん、よいしょ。重たいからね、気をつけて。よいしょ。はい、ダン、これでやってまいりました、はい。基本的にこれで入ってるだけかな。です、まあ、あとはソフトクーラーとかそんな感じだよね、うん、よし、じゃあこの中身をお見せしていきたいと思います。はい、楽しいな。マウント富士一切見えてないけど今ね、すっごい綺麗に隠れた。見えなくなるって聞いてたんだけど本当に見えなくなるんだね。ここまで見えなくなると思ってなかった。思ってなかったよね。だってないよ。だってさっきまでベローンってあったんだよ。ベローンってあったのに、ね、だって輪郭すら見えないよ ね逆にちょっと面白い。また見えたらお伝えします。よし、じゃあオープンしましょう。オープンしていこう。今回はなんと重量27キロ弱弱だね、ですね、うん、前回はね30キロぐらいあったのかな。そう、今回ちょっとだけ軽い、ちょっと軽くなった、うん、せーの、よいしょ、よいしょ。はい、こんな感じです。問題です。まだ見えないね。見えないですね。どっちから行きましょう。はい、こっちから行きますか。じゃあ、はい、じゃじゃーん。まあ、前回もやったんですけども、はい、スナックパックさんの二重構造だよね。そうです、2枚の重ね着のやつ、はい、を1枚ずつ剥ぎ取って入れてきました。はい、そうだね、
前にこのパターンで来た時と、うん、そこは全く同じです。ここ一緒ですね、はいはい、そしてタープこれも一緒です。一緒です。村子さんのオクタフォー、はい、これねステルス張りもできる最終的にアメーバになってましたよねなか最近あのソロソロでやった時に僕が使ったテントでございます。はい、これすごく軽くてコンパクトなんで、うん、タープはこれ、はい、そしてポールポール、はい、これはスムルームさん、スムルームさんね、結構細くて、まあ、軽いやつなんで、はい、ちょっと風が強くなってくると、うん、すぐ撤収します、はい、一応持ってきてます。そこが一抹の不安があるよね。そうですね、はいはい、そしてあとは、まあ、ランタンハンガーとか、はい、これはスモアさんのハンギングラック、はい、でこれはね調理関係です。あ、そういうことね。はい、皿とか、シェラカップとかバーナーとか、はい、そういうのがいろいろ入って調理道具一式と、はい、はい、これで収めてきました今回は、はい、そして焚き付け、これ焚き付け視聴者さんにいただいたやつです。いただいたやつやっと使える。はい、はい、ありがとうございます。はい、で反対のブース、はいはい、じゃじゃん、じゃじゃん、感じ。まずはテッシュ、ティッシュなんとこの中にねティッシュとウエットティッシュも入ってる、はい、素晴らしい。で大事ですね、もうここからの時期は、ね、これすごいんですよよくあるやつの3倍ぐらいの威力のあるサラテクト、うん、もうすでにね2人合わせた10箇所以上刺されてるんでめっちゃ刺されてるよね、うん、これをぬりぬりします、はい、でこれはウォータージャグ、はい、お水入れるやつ、コンパクトになるやつですね、はい、でテント、テント、はい、まあ、これに収まってるってことはうちこれしかないんですけど、そうなんですよ、これ以上ちっちゃいのないので、はい、村子さんのノーム3P です。大きい方のノーム、はい、ノームの大きい方で、ね、3P なんで大きい方です、はい、そして、はい、絶対忘れちゃいけないのあれかねこれなかったら終わりますね、はい、ペグ関係はい、はい、よいしょ、短いペグいっぱい持ってきました。で斧持ってこれないので、はい、とくさび、これロッカさんのね。そしてまた忘れちゃいけないのが、はい、最近ね我が家結構な頻度で忘れてしまうこちら椅子今回は、まあ、スーツケースなので一番ちっちゃいやつ、ミニマルさんのイアンチェアですね。これがないとねおケツ痛なるからねそうですね、まあ、しっかり持ってきました。はい、でテーブル、はい、テーブル、これも同じミニマルさんの、はい、インディアンテーブル、はい、でキャプテンスタックさんの風防ですね。風防、あー、そっかそっかそっか、風が強いんで一応やっぱり持ってとかないと。そうだね、今回あれだもんね、外さんの340だから、はい、これが必要かなっていう感じです。はい、そしてあ今回実はこちらが必要になります。これはね、これ後ほど見つかっただけだそう、ずっと見つからなくて最近見つけたので今回これでやってきますんで、はい、これまた後ほど説明します、はいはい、そしてあとはまあ LED 関係、あ LED ランタン、はい、とシェード、シェード、この辺もなんか細々でしたか、洗剤とか洗剤、ガス管のカバー、はい、持ってきてます。そして今回ねちょっとメインアイテムね、はい、こちらじゃじゃーん、はい、これまた後ほどご紹介したいと思います、はいはい、ということでこんな感じ、はい、前回と、うん、まあ、そこまで変わってないですね。やっぱりコンパクトなギアっていうのはなかなか限られてしまうんで、そうだね、うん、うちそこからそこまで揃えてないので、はい、今回はこんな感じで、はい、結構忘れました、ご紹介あのし忘れたものが一つあります。はい、はい、実は前回と大きく違うところがここでございます。そうだ、これだ、そうなんですよ、そうそうそう、前回は村子さんのリラックスマット、うん、持ってきたんですけども、はい、ほったらかしさんね、あの小砂利、うん、小砂利だから、そう思ったよりねやっぱり とんがってたりしたら結構ダイレクトに、そう痛かったから、痛かったんで今回こちらを満を持してご用意しました、ね、はい、インフレーターマットを2つ用意しました、はい、これどうやって持ってきたの、実は八王子に届きましたアマゾンでも北海道は3日4日かかるんですよね、うん、要はね出発の2日前に気づいたんですよそう、あ忘れてたと思って、うん、どうするって言って、うん、もう間に合わないだろう多分、うんうん、っていうことで急遽ビカーサーさんのすぐ近くのファミマに
ファミマ止めで送ったという荒技を使いました、はい、なのでね、これが帰りこの中に入るかどうかが不安でございます、はい、だけど、まあ、こんな感じで持ってきたので、はい、寝心地は大丈夫だと思います、はい、ということで、はい、こちらも含めて設営していきたいと思います、はい、はい、ということで、はい、今回はこちらじゃん、じゃん、タープ延長ベルト初登場、丸3年前に買ったやつ使おうと思ってた時に見つからなくてね、どこ探しても急に出てきたんだよね、3年越しの隠れてたのっていうぐらい。小川張りやってきますまず飲むか。そうだね、まず飲む立てちゃう、はい、ここからが本番でございます。映ってないよ、出てきた出てきた、おかわばり、はい、よし、やっていこう。これさ、後ろはこれの高さに合わ、あの後ろの高さにポールを合わせればいいんだよ、多分、多分だよ。どういうこと、低くするってこと？そう、低くした方がいいんだと思うな。本当？だってこうなるんだよ、うん、たわむよ。ちょっとやってみよう。これで多分いいぐらいだと思う。本当に？だってさ、タープでたわむじゃん。どこまで引っ張るかにもよるけど。どうやってやんの？そこにカラビナつけて、うん、でそれをタープに引っ掛ける。こういうことでしょ？うん、タープくっつけてみればいいんだよ、そこに。ああ、これぐらいはないとダメだわ。そうでしょ、最低でも。ちょっと向きをミスったかもしれないな、まっすぐだけど。直接ペグダウンしてもいいぐらいだな。ここ、うん、あとは座ってどうかっていうところ。またストレス張りって笑われるできた。思ったより手強かったし思ったよりでかい。前に出すぎというか、ガイロープが思ったより引けなかった、うん、まあ、こんな感じになりました、はいちゃんと小川張りできて開口部はちょっと狭くなっちゃったけ ど, けど、あれ、まあ、まあでも見えるよ、しっかりと、うん、ちょっと狭いかもしれないけどあ、座ってる分には。椅子に座るとちょっと頭疲れるかも、ちょっとねじれてるけど意外とデリケートな感じだっていうのは分かりました。引き方が難しい ね、あっち引いたらなんかめっちゃいがむ、中心がいがむから、まあ、まあでもここから後ろから見るとまっすぐ、まあ今見えてないですけどね、普通でしたら隠れちゃってますけど、まっすぐ見えるような位置にしました、はい、じゃあ残りやっていこう、はい、はい、可愛くないこれ、こんな柄。どうやってやんの、ここ開けるのかな、あ、ぽいな、競争か、こうやって、せーの、よーいどん、あ、しまっちゃったしまってしまった、マジかこれ、あ、閉まる、なんかさ思ってたのと違う、もっとさキャンプできないじゃん、もっとさシューってさ空気もっと入ってくれるイメージなんだけど、溜まるのが遅いからなかなか、ほらここがね真空みたいになっちゃう、入ってこないよやり方は入ってはいるよ、ちょっとずつなんだこの絵面地道な作業、地道すぎない、ひくれんでくれ、ひくれるよだいぶいい感じきたかな、本当はいい感じだよ、開いたの、羨ましいあ、いいかも絶対嘘だろ、めんどくさくなっただけだろ、いや、いいと思うよ、もうちょっとやるけど
いいよ、もうほっといて、俺頑張るから。よいしょ。こうだ。お、ぴったりじゃん。ぴったりじゃん。はい、来ました。いいじゃないですか。あ、いいわ、だいぶいいと思う。だいぶいい。うん、はい。枕もついてるし。はい、なんということでしょう。いいや。てん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 。てん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 。お互いの距離を広げるベッドルームが完成しました。距離は広がるんですね。うん、縮まるんじゃなくて縮まらないよ。だって真ん中に通路を設けることによって、はい、夫婦の溝は深まります。はい。ダメじゃん。設営完了しました。あったそしてなんかちょっとのーちゃんの様子が様子がおかしそうに見えますけれども気にしないでください。小川ステルス首だけ痛めないようにペッコリンコなんでね、うん、ご飯食べよう。食べよう、うん、あ、その前に乾杯しよう。そうだね、本日のもっとっぱら2本なんて何今の2本目、はい、こちらご紹介してください。こちらは先日お邪魔させていただいたあの斉藤夫婦さんのオフ会があった、うん、ビアゲインビリッジ、そこのクラフトビールです、うん、本当はね焚き火屋行きたかったんだけどちょっとね雨降ってきて一旦焚き火は中止したので、はい、明日焚き火するんだけどもう飲めないんで。もしあれだったのみんな朝、うん、朝日朝日、うわ贅沢贅沢だね。羨ましいないいんですかちょっとそれ中心にしようかさすがにね、それは申し訳ないので。いや、まあでもちょっと考えましょう、はい、ということでこちらで乾杯。はい、雲取っ払に、はい、乾杯。うわ、いい音。いただきます。あ、うまい。おー、あー、美味しい。ただすきっ腹に効くご飯やろうぜ。わかりました。うん、静岡といえばマグロ。めちゃくちゃ美味しそうで、しかも割とねお刺身がお安かったんだよね。びっくりした。思わず買っちゃいました。まず静岡産の一品目。そして静岡といえばこちら、じゃじゃん。シラス干し。シラス。そしてメインディッシュ。あ、潰れてる。潰れてる。じゃじゃん。一目惚れ。パケ買い。丸松さんの浜松餃子。生餃子、はい、こっちは丸福さんの餃子。なんかねすっごいいっぱい種類あったんだよね。すごくない？これね30個入り2人だけどね。これ何個入り？これがね20個入り。20個入り合計50個もうね今日餃子パーティー、餃パやる気満々だよ。そう、もうひたすら餃子食べてひたすらローンデーってしたいねって言って買ってきました、うん、そして今回の名脇役たち、はい、まずこちらだね。これも気になる。そう、こんなのもちろん北海道に売ってないんで、浜松餃子のタレ、そしてもちろんラー油ですね、はいはい、そしてこれも気になるしらす丼のタレね、はい、専用のタレがある。要はしらす丼をやってくっていう、うん、そして浜松餃子といえばもやしらしい。ゆでたもやしがなんか乗っかってるのはなんか見たことある。円盤状に並べて真ん中にもやしあって、だから買ってみました、うん、はい、大きいメスティンとちっちゃいメスティンぐらいしか持ってきてないのでこちらでやります。これちなみにフッ素加工なんでこれでやります。はい、ミニマルさん代わりに滑るんで気をつけてください。おっと餃子のタレが落下しましたなんなんですか、いつもつくじゃないですか君。なんで私がやったらつけないのよ。慌てるからお持ちします。ありがとうございます。これすごくない？
プッシュしたらいいんだよ。これね、プッシュしなくてもできた。危ないでしょ。うん、OK です。 OK です。うわあ、うまそう。結構肉厚だよね。すごいね、うん、なんか皮が厚いよね、こっちってね。全部いっちゃうよ、これ。いいんじゃない。すごい、ぴったりなんだよね。ぴったりなことある。よいしょ。はい、ということで、まず15個はい、入りました。はい、あ、いい音してきた。してきた。あ、ほんまや、ジューって言ってきた。あ、うん、やばいやばい、焦げてる。焦げてる、やばい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 。水入れます。はい、半分の1、こんなもんか。いいぐらい。じゃあ、はい、出します。はい、めっちゃ雨が強くなってきちゃったから方向を変えました。これ、これじゃない、この音。あ、この音。あ、いい感じの音がしてきたね。そしたら、蓋を開けるの。蓋を開けて、きつね色になれば。きつね色っていうか、もう焦げてるけど。焦げてるけどね。開けますよ。お願いします。お、おー、すごい。いい、ね、ほう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 。あ、いいね、いいね。いきますよ、はい、せーの。あ、いいんじゃない。危ない危ない。あ、できました。今日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 。あ、うまそう、うまそう。あ、すごいね、いい感じじゃん。もやし入んないね。もやし入んないね。まあでも、もやしをじゃあ別で、ここでね、あれしましょう。じゃあ、はい、第一陣、はい、完成。見た目あれですけど。ちょっと暗いからね、ちょっとあれですよ。もやし、もやしを添えて、はい、別添えです。うわー、うまそう。じゃあ食べましょう。食べましょう。いただきます。うん、うん、うまい。うまいね。あ、うまい。うまいね。うん。皮プリプリもちもち、ね。めっちゃ美味しいわ。思ったよりうまく焼けた。うん、焼けてる、うん、焼けてるちゃんと。あ、うまっ。そして僕はラー油を入れすぎた。辛かった。よし。ああ、最高。もやしは箸休めなんかな、一緒に行くもんなんかな。食べ方がわからない。どないやろせんよね。もやしと共に行ってみるわ、うん、うわ、うま、うん、うんうん、あれ美味しいな。うん、めっちゃ美味しい。そしてこれをね、用意したのは他でもない、この僕らネギ好きだから。そう、このタレにネギを入れてネギと一緒に食べるっていうのも好きなんですよ、うん、めっちゃいいやん、うん、ネギだく。これうまいわ、ね、餃子パーティーめっちゃ楽しい。うん、幸せ、こんな美味しい餃子食べれるなんて。うん、やばいな、めっちゃ降ってきた。めっちゃ降ってきた。大丈夫かな、いけるんかな、俺ら。ご飯炊いてる間にこっち。それも食べちゃう。食べちゃう。餃子がすごい勢いでなくなっちゃった。餃子もほぼなくなった。あと3つしかない。もう15個焼いたのに、うん、マグロ行こう、はい、ほら見て、すごい色、綺麗。見える？中トロどこも何も書いてあるんだ。切り落としって書いてある、ね、これ切り落としじゃないくない、レベル、ね、溶けてなくなった。マジで？マジで。一瞬やったな。溶けたやろ？ほんまやったやろ？もうない。やばいよこれ。やばいね。これやばいわ。これ500円なの？なんなのこれ？間違えて5000円の買ってきた俺。大丈夫かな？本当に500円じゃ買えないレベルの、ね、静岡やばくない？ね。マジで。じゃあできました。はい、はい、これかけました。これかけました。
しらす丼のタレ、はい、あ、めっちゃいい匂いするよ。生姜かなんか入ってる。なるほど、うん、いただきます。あ、うん、これは美味しい。あ、ご飯も大丈夫だわ。本当？うん、このタレいいかも。マジで？うん、あ、確かにね。うまっ。これ何これ。しらすもふっくらだし。へー、こんな感じになるんだ。ね、おいしい。太郎切り。太郎スタイル。太郎スタイル、これ合う。本当に味の奥爆しね。じゃあこれね、あ、食べながらもう焼いちゃうか。まるふきちゃん、はい、こんな感じ。だいぶ小ぶりだね。さっきまあまあでかかったもんな。うん、こんな感じで入りました、はい、20個このしらす持って帰りたいぐらい。餃子も確かに、ね、餃子持って帰りたいね、うん、送るかな。あ、送るかね。あ、いい音してきた。あ、いい感じですね。うん、いい匂い。いい匂いする。せーの、はい、うわっ、おお、あ、なんかさ、めっちゃいい感じ。ちょっとさ、本格的じゃない？なんかいい感じだね。食べよう食べよう。みんなはどこで買うんだろうね。確かに。あ、うまそう。あんね、うん、ちょっとさっきよりの野菜多めな感じがする。あ、あっさりめ。うん。野菜感がある。うん。確かにシャキシャキ感はこっちの方があるかも。ね、あ、これまた美味しい。あ、全然違うね。ね。すげえ。同じじゃないんだ、やっぱり。やばい、これ。やばいね。このトライアングル。うん。餃子、しらす丼、静岡爆酒。やばい、ゴールデントライアングルに来てた。止まらない。あ、やばいわ、これ。私、静岡に来て何キロ太って帰るんだろう。食べるもの食べるもの全部美味しかったもんな。確かに、うん、まだあるよ、餃子全然いける。50個全部食べるから。ということで、満足です。二次会までやってまいりました、はい、二次会も餃子パーティーで引き続きね。というかね、ふかふか。あ、意外とふかふか、ね、寝れそうな予感。全然いけそう。雨もだいぶ降ってきたし、どんどん強くなってますけど、風がどういう風な感じになるのか僕ら知らないので、ね、今のところは、うん、洗礼は受けておりません。受けてません。雨だけなんで。覚悟はしてきたつもりなんですけど、うん、少し吹いてるぐらいだから ね、まあ、寝れるのか寝れないのか。そうだね。あとは分かんないですけど、このビジャビジャになったテントどうやって乾かしたらいいのか途方に暮れてます。それはそうだね、うん、明日のお天気もそんなに良くはなさそうだからね。まあ、まあ、ギリギリまでいてなるべくちょっとでも乾かして帰りましょう。ということで、うん、今回の動画はここまでということで、駆け足で遠征の方をね、うん、やらせていただいたんですけれども、ここからね、うん、また怒涛の後半戦というフィールドスタイル行って、うん、名古屋のオフ会やって、うん、で今度また東京まで戻って帰るって感じになるんですけども、うん、まあ、次回そこら辺をねお伝えできたらなと思うんで、はい、フィールドスタイルは多分もうやってると思うんですけれども、あ、そうですね、うん、あと続きの明日の朝からの、そうだね、ちょっと残りのキャンプの模様を、ね、そうお届けしたいと思ってます。無事過ごせられたのか、それとも、そこ、ね、もしかしたら夜中のうちにわちゃわちゃになって車に避難したのか。分かんないですけど、まあ、次回交互期待ってことで。嫌だ、私は嫌です。スムーズに終わりたいです。ぜひチャンネル登録していただいて楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回またお会いしましょう。やめだんでした。やめだんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。